この時間は明治安田生命 J1 リーグ第24節鹿島アントラーズ対ジュビロ磐田の一戦をお届けしてまいります。いよいよ J1 は24節目に突入です。ゴールキーパーがクォン・スンテ、チョン・スンヒョン、ミサオ・ユート、西、犬飼、レオ・シルバ、長木、土井、田中が今日入りました。鈴木優真、セルジーニョ、監督は大岩剛。一方のアウェイ、ジュビロ磐田、ゴールキーパーカミンスキー、大井、小川、藤田が今日は入ります。高橋、田口が出場停止明け、それから松浦、松本、山田、川又、大久保、七海監督が率います。セカンド拾えば前には鈴木優真、カウンターですね。さあこれ3対2、そのままドリブル上がって田中、渡したボールが今セルジーニョ、どうだ、シュート、最初のシュートアントラーズはセルジーニョ、相手に当たってコーナーキック。ああいうの一度見せとくと、やっぱ川又も次ああいう時に来るんじゃないかということで、少しプレーに集中できないこともありますからね。あっとチャンスよ、決定機だ、これは決めたかーと巻き込んでしまいました。大久保完全に裏取りましたけど、大久保余裕ありましたね、相当ね。逆に余裕がありすぎた、縦に送ったボール、ハーフバンド難しい処理でしたが、ここは川又らしい、そして川又シュート、まあまあダイナミックな、非常にスケールの大きな動きですね。いや、だと思いますね。大久保取られました。あー、いや、抜けた、これは鈴木キーパー、いや、決定機かに思いましたが、キーパーのカミンスキー、いい判断です。あのボールを取ったところは良かったですね。これ大久保のボールを奪うとですね、はい、やっぱりチャンスになりやすいですからね、はい、入れた、こうなったのか、深いところはヘディング、いやいや遠めの裏から来る選手に合わせてのボール。あのね、田口はね、やっぱ強いんですよね、田口フリーキック非常にいい精度のボール蹴りますけど、やっぱりボール蹴るよりも中でこう合わせるっていうのね、あの役割与えてますからね、強いですよやっぱりね。さあここからです、渡す、もらう、前に、これが抜けた、そのままドリブルからバック、いや最後のこれクロスボールでしょうけれどね、弾くれましたね。そうですね、いい攻撃ですね、やっぱり左サイドでこういう攻撃なかったですからね、前半はね。石、どこに当たったのか、石ですかね、自分だ自分だとそれぞれアピール、あるいはオンゴールかにも見えた今の立ち位置、ちょっと分かりませんけどね、ちょっと分かりづらかったですね。ただこれもつれたのは間違いない、いいボール、あるいは、あ、こっちだ、犬飼だ、犬飼だ、犬飼ですね、はい、犬飼だと思いますね、まあ、チャンスになりましたよね。これ犬飼ならば J1 初ゴールになりますね。さあ鈴木優真ドリブル、渡す、もらって、レオシルバマイナス、鈴木優真、いや決定機、これは決めたかった。どこかにレオシルバー狙って3対2、これも決定機になりそうだ、どこを使う、レオシルバー、渡したのは鈴木だ、鈴木のシュート、きた、アーミニー、追加点ならず、決定機逃しました。いやー、レオシルバーですよ、ボール奪ったのね、田口からボール奪ったんだと思いますけど、まあ、そこ狙ってましたね、今ね。すぐにスローイン中に入れて、そして今度は遠めのボール、おお、ハンドは、ハンドは、ハンド、ね、ハンド取りました、 PK
呆然とした表情をしますが、アディショナルタイムですが、ここ、これ、まあ、意図的に止めましたからね、安西のハンド。追いついた大久保、2試合連続ゴール、PK。 落ち着いてましたね、真ん中じゃないですかね、真ん中の上ですかね、今タイムアップの笛が鳴りました。結局1対1、アディショナルタイムに追いついたジュビロ磐田。今試合の方が終わりました。結局1対1のドローということになりました。まあ、鹿島はこれで連勝は2でストップ。磐田戦勝ち点1とどまりました。同様に今日ジュビロ磐田ですが、90分プラス4分 PK 追いついての勝ち点1、まあ、価値ある勝ち点1ということになります。